見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊紅葉チャンネルです。本日の情報共有動画は、居室の内装工事を行いましたというお話です。その話の前に、今回の内装工事の概要です。内装工事を行った部屋は、2階の212号室、3階の313号室および315号室です。工事の内容は、石膏ボードの張り替えと壁紙の張り替えです。工事前には、このように居室内装工事のお知らせというお知らせが張り出されていました。こちらが工事当日の工事前の準備の様子です。その様子を動画しましたのでご覧ください。荷物が多いので、やはり非常階段の下あたりに道具を用意して持って上がると、そういった形で工事が進められました。このように資材を置いといて持ちながら居室に運ぶと、そういった工事の準備が必要でした。こちらが張り替えに使う石膏ボードになります。石膏ボードの張り替えの前には基礎工事が必要です。まずは傷んだところを取り外さなければなりません。その様子の工事の様子も動画にしましたのでご覧ください。このように石膏ボードの張り替えの前に必要な箇所準備を進めたということです。今回の工事の工程1としましては、基礎工事の後に石膏ボードの張り替えを行います。その後、日を置いて工程の2としまして、壁紙の張り替えを行います。それでは初日の石膏ボードの貼り付けの様子が終わりましたので、その様子をご覧ください。こちらは315号室の様子です。ほぼ石膏ボードが貼り終わっているような感じはします。そして廊下に出て、隣が313号室。こちらも石膏ボードの貼り付けが終わったようです。次に部屋別の施工の状態を見ていきましょう。まずは212号室です。こちらが施工前です。そして基礎工事としまして、今までの壁紙を剥がして補修をしている、その基礎工事をしたというところです。212号室では一部石膏ボードが下の方に貼られているのが分かると思います。その後に壁紙の貼り付けが行われました。こちらが完成です。かなり綺麗になりました。続きましては313号室です。こちらの方は一部柱と天井にも基礎工事の跡があります。そして必要な箇所に応じて石膏ボードが貼られているのが分かると思います。天井に至るまでだいぶ補修されているのが分かると思います。こちらで補修はある程度済んだようです。この後に壁紙の貼り付け工事が行われます。壁紙の工事が始まりました。職人さんによって丁寧に貼られているのがわかると思います。だいぶ綺麗になりました。ということで、313号室の完成です。続きましては315号室です。こちらの方も天井と壁に至るところまで補修がされています。こちらで基礎工事が終わりましたので、これから石膏ボードを貼り付けます。石膏ボードを貼り付けました。この部屋については、天井に至るまで少し補修が進んでますので、少し時間がかかりました。天井の方まで石膏ボードが貼られているのがお分かりいただけると思います。ここまで進めましたら、あとは壁紙の工事となります。壁紙もきれいに貼られました。この部屋におかれましては、床の修理も行われましたので、床のタイルも張り替えが行われています。だいぶきれいになりました。必要な備品を搬入して完成です。最後に、よつばちゃんより建築用語の豆知識をお知らせします。真ん中の帯状の壁紙はトリムといって、上下2種類の壁紙の間にアクセントとして入れると、おしゃれになります。茶色い箇所は葉ばきです。衝撃から壁を守る役割を果たしています。今回は
通常のものより高さのあるロング、幅木を使用しています。うつばちゃん、解説ありがとうございました。本日の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。介護職募集中です。